誕生日だ。今日ママ誕生日じゃないですか。覚えてるよね。あ、まだ起きてない。大丈夫。先月にママの誕生日に何かドッキリがあると。え、合ってる。ギターのレッスンで、あのハッピーバースデーソング練習してた。今日のドッキリは何ですか。今日は頑張って練習したハッピーバースデーソングを歌うときに弾きたいと思います。感動させるという企画ですね。感動しないよ。ママの誕生日一度も祝ったことないよ。え、マジですか。したことないよね。あ、動画してびっくりした。人に言われたことないと言ったら、ケーキは買ってるんだけど、カードとかあんまり買ってない。あ、そう。ママ欲しいものとかないじゃん。マリ昨日お手紙書いてるのに。はい。じゃあ今日は誕生日ということで、二人一日いい子にしてママに喜ばせましょうか。そういうチャレンジしてみたいと思います。まずママ起きるまで待つ。じゃあまずお部屋きれいにしよう。じゃあまず今日はママにあのいっぱい寝かせましょう。寝かせましょう。はい、気持ちよく起きれるように。はい、たくさん寝ね。ママいつも寝不足じゃないですか。あとはね、そうだ、パパ誕生日ケーキ今予約しに行く。いいよ。はい、いいよ。ショートケーキ。だから、手作り。くさい買ってさ、ケーキ屋さんやってなかったら手作り言うさ。ちょっと後でちょっと電話でまずケーキ予約してみるね。あるかどうかわかんないから。そのうち私たち契約切れる。うん。やばいでしょ。やばい。はい、今食卓きれいにしましたね。頑張りましたね。うん。え、ママ今日何？なんかダラダラするわみたいな。今日は休むぞみたいな。明日休むぞって言ってた。掃除機かけるわ。忘れてきた。掃除機ってこんな音したっけ？うん、最近の掃除機こんな音です。ケーキ屋さん電話つながらないよ。マジ？やばいね、今日やってないかもしれない。あのね、見に行くしかないね。うん。しょうがない。やばいね。もし今日ケーキなかったらやばいね。やばい。ちょっと早く行こうね。じゃあ。うん。乾杯行きまーす。じゃあ、来い、来い、来い。首輪やって、首輪やって。いや、待て。あの、あれ、ジェラシックパック。あ、ジェラシック。君ね。あっち、わかる。方向音痴。わぁ。今日帰るかな、ケーキ。帰るかな。いやいや、行かないとダメだよね。うん、行ってみよう。行こう。本当に行こう。レッツゴー。運試しね。うん、うん、ケーキ見に行こうよ、早く。お、やってる。ケーキないよ。ラッキー。ケーキないよ。ホワイトチョコ生ケーキある。おーどれにします。ママ何ケーキが好き。ショートケーキだよ。聞いてるよ。はい、ショートケーキあったよ。え、店員さんに聞いたらショートケーキあったよ、今日最後の1個だって。ラッキー。ラッキーや。ラッキーよ。ママの誕生日プレゼントを買いましょう。今からママのプレゼントを買いに行きます。もういつもこうやってるんですか。うん、わかんない。だからこれ日本でもこういうのはいいと思った。え、だよね。うん、好きだ。
ね、ハネそれがいい。マリマリじゃあ3個1でさ、船とマリになる。いや、自分で書きたいじゃん。誰も映ってないとこ映ってるわ。何言ってんの？ん？何も映ってないとこ映ってるわ。これは、ミチャートカメラ。ママのマ。お、マリのマ。あ、それでもあるけど。はい、今はね、ママは私たちの目の前にいます。はい、マリちゃんはこれから、先ほど、あ、準備しちゃダメだ。前から準備したいね。はい。いい？はい。あげる。マリちゃんから、ママにプレゼント。はい。はい、何でしょう？手紙。手紙、ママ、手紙。はい、どうぞ。じゃあ開けて、はい。いっぱい詰まってるよ。おお、なんか分厚いね。パパ、開けないで。うん。え、なんで？物紹介？見てるよ。レオ。レオか。レオ。はい。7。ありがとう。マリ読んだら？あ、手紙？うん、おお、はい。読んでみ。ママに読んで。ママへ。ママがいつも家事やいろいろしてくれてありがとう。おお。2023年もよろしくね。これからも健康。よろしくねの意味は。よろしく。家事いっぱいやれの意味ね。そう。え、違う。違う。これからも健康で、幸せでいい家族に過ごしましょう。ね。あと、たまに休んでください。ちょちょ。ちょちょ、王様と、これはナナ。で、こ、レオで。なんだ、そんなちっちゃい子たち。もう一個あるよ。マリが一生懸命作った。かわいい。あ、 3D アートね。 3D ペンで作った怠け物。あ、まだ怠け物好きないね。うん、あ、これ床のゴミついてる。ね、帽子ねえ、帽子。待て、ちょっと見せて。あ、え、帽子だったらいいじゃん。帽子？ゴミ？ハネがゴミって言ってきたから取った。このカス。あ、うまいよ。うん、うまい、うまい。見て、ここに I love you って書いてある。おぉ、見せて、見せて。ここに I love you。 ちょっと透け透け感じ。かわいいでしょ。はい、はい、すごい。はい、次は髪の毛止めるやつ。おー、これはね、ハネとマリで考えて。え、ちょ、嘘つけ。嘘つけ。マリが自分で選んだでしょ。違う、まず私がこれ買おうとして指に挟んだの。そしたらマリにぶち取られた。おお。ママやってみ。使いやすいでしょ。最近こんなタイプ使ってますよ。ね、でも、本当によく見てるね、マリちゃんは。ママ最近ゴムじゃなくてピン、こういう、そう止めるやつは。パパじゃない。あ、いいじゃん。使えるじゃん。あ、ママのために買ってあげて。可愛くない。やば、何をしてるの。パパの髪の毛に油ついちゃうから。毎日洗ってんだよ。あともう一個あるよ。もう一個あるよ。これで最後。はい。はい、宇宙人。エイリアン。エイリアン。ハネとパパは何もなし。パパはあるよ、お金。ハネもさっき1000円あげた。いつ？え、マリさっき1000円あげて。ハネさん、さっきさ、マリがさ、さっきなんか茶番でなんか自分の、あ、半千円あげるみたいな、1万円ちょうだいって言って、諭吉探してくるって言って、その時にハネがこうやってパパから借りた1000円あったから、こうやって、はい。じゃあ、ハネマリパパからママへのプレゼントは、はい。はい、はい、10万円です。あ、ちょっと待って、ちゃんとあるか数えるから。はい、数える。パパ10万円あげたよ。え、10万円はい。しょぼ、地味、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 しょぼ、それがパパ、オーマイガー。何、今寝た？吉本の寝た。何、今吉本そんな寝たあるの？すちこさんが言った。マジっすか。ちょっと待って、聞こえるよ。ハネ練習してない。いや、いいよ。なんか音程が違う。待って、
くまちゃんは、うん、ようこそマリナハリーのハリーよー One, two, three, people! 違う リオだった座ってからです。これじゃないといけない。これじゃない？リンボじゃない？邪魔すんで。邪魔すんやったら勝て。リンボじゃない？リンボはつつそんな熱心やろ。時間いらないでしょ。リンボする。おすごい。上手だ。かっこいい。はい。オッケーリンボ。はあ。マリ邪魔なんすけど。今日は。お聞かせします。始まりじゃない。今日はママのお誕生日なのでドッキリでハッピーバースデーソングを弾きます。それでは聞いてください。チグハグチェン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 無理そうじゃないとないね。じゃあ、聞いてください。はい、ハッピーバースデーチグハグ。チチ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 面白い。受けなさそう。いや、本当に面白い。受けた受けた。はい、せーの。あ、言うと。あ、ってない。言うと、マリがメロディーで、ハネが後ろのあの、うん、バックの伴奏。はい、伴奏ね、はいはい。それでは聞いてください。ハネの音が勝っちゃうかもしんない。呼吸じゃないね、それ。いきます。はい。ハッピーバースデー。ピアノ、ピアノじゃない、ギターを戻した。はい、やるよ、よ。どうした？マリの声聞こえなかったね。もう一回皆さん許してください。違う、ごめん、私の多分ギターの音がでかすぎてマリの何も聞こえないんだ。おーい、やんのよ。ギター交換する？やんのか？タイマーするか？おー、タイマーするな。おー、待って、もう一回。いいよ、せーの。練習したことある？一緒に。何しろさっき練習したんでしょ。じゃあハッピーソングが弾けないのでリンボをします。やめてよ、もう弾けないドッキリかい。 Are you ready? 1,2,3 リンボ。はい。ジュン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 、リンボ。何、無限ループさせる気こいつ。長い長い、早く本気でやりますよ。長すぎるよ、早く。え、大丈夫そう？ハッピーバースデーありがとうございました。ハルミー、あ、みんなこんにちは、ハルミー。誰それ？終わったの？これで終わりなの？もう一回再チャレンジしない？もう一回、もう一回、もう一回再チャレンジしない？できるまでこっちでやらせる気だぞ。本気で行くよ。じゃあマリ歌って。本気で、せーのって言って、行こう。よし。せーの。なんで伴奏だけでハッピーバースデーソングできると思うの？はいはい、わかったわかった。できるけどさ、うるさい、ごちゃいですね。練習したのよ。よ、はあ。ちょっと歌ってる。いえ！
がとうございます。ハネちゃん、じゃあ伴奏もう一回やろう。いってらっしゃい、見てらっしゃい。ちょっと何してるの。私たち何今、茶番。あー、おわ茶わ茶番。私たちコントできるかもしんない。吉本に行く。このネタ面白い。じゃあママ評価してください。面白かった。評価は面白かった。ありがとう、マリちゃん、ハネちゃん、ありがとうございました。ハッピーバースデーディアママ、ハッピーバースデーユー。やっぱ私トルネックするわ。もう一回、さっき弾いたじゃん。ハッピーバースデーさん歌いましょう、はい、あなたのスペシャルデイ、ハッピーバースデーさん始めましょう、素敵なパーティー、エビバリーで誕生日、超いい感じ、楽しくパーティー、さあおいでお祝いだ、磨かせよ君のラブ、本当にいつもありがとう、出会えたことにありがとう、ワニもちゃんとありがとう、パパにもちゃんとやだやだ、ローソンが開けそう、ハッピーバースデー、ケーキを食べよう、ハッピーバースデー、あなたにこれだけ、はい、ということで今日はですね、姉マリママの誕生日ドッキリやってみました。イエーイ。まあ多分失敗していると思いますが、姉マリママはね、まあ楽しかったと言われたんで、よかったですね。まあ急激にコントに変わったよ。皆さんもね、もしよかったら、親の、誕生日祝いとかぜひやってみてね。ということで今日の動画は以上になります。チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押してね。動画でお会いしましょう。バイバイ。